こんにちは。今日はですね、Adobe Capture というスマホの、アプリの デモというか解説をしてみたいと思います。今これちょっと、パソコンですね。今これはパソコンのイラストレーター上で、どうですかね、T シャツのデザインやってるんですね。でここの部分ちょっと寂しいんで字を入れたいなと今思っております。で字を入れたいなと思いまして、とりあえずね、手書きの字をこのような形でノートに、手書きの字をね、書いてもらいました。ちょっと知人に書いてもらいました。でこれを使ってデザインしていきましょうということなんですが、ですね、ではヒントの字かな。このここですね、これですね、これが Adobe Capture というソフトなんですけれども、これをまあ起動させます。起動せ、起動した。で、それでこれでまあ写真を撮るわけですね。写真をまあ単純に撮ると、そうしますとこういうデータができますけど、これを保存します。保存したらこういうファイルがですね、作成されておりますので、これをイラストレーターでシェアポンとしました。そうしますとですね、はい、来ましたね。いきなり来ました。このような形でイラストレーターに、まあ、プッシュされていくということですね。これはもうお分かりだと思うんですけど、ベクターデータ化されておりますですね。これはこのままですね。利用できるという形で、サクッとですね、サクッとレイアウトできますよと。まあ、あと大きさ等はですね、適宜調整して余裕でいけますよみたいな感じですかね。この Adobe Capture というソフト、デザイナーの皆さんにはすごい便利だと思いますので、ぜひ、試してみてください。